探してる間に月日は経ち、夏が来ると思うのは日差し眩しくて、失ったものが浮かび上がればと、11月には羽織って悲しみの住みか温めるよ。白い崖の上に立ち、風を吸い込んで、これまでの道を吹き飛ばせればと、師走に生まれて語ることはあんまりないけど、一言言おう。次の星が来るたびに全てを忘れて、赤子の姿で朝寝できればと、2月の終わりはいつなんだろう。考えすぎても仕方ないこと、春も夏も秋冬もいつも僕たちは仕事をしてきた、それでここに。